どうも皆さん、こんにちは。広瀬優也です。はい、ということで今日はまあちょっとお部屋というかね、お部屋を貸し切って、撮影をするんですけども、今日はですね、久々のゲストさんがいらっしゃるということで、まあゲストが来るときはだいたいこう、まあおもてなしをね、最近よくしてたんで、まあちょっと宮崎くんのときは、あれ、あのときおもてなしはしてない。まあ夢占いか、まあ作品にね、関係あったんで。まあ今回は、ちょっとなんかビッというかね、お忙しい、もう今をときめかれている、方が来てくださるということなので、まあ多分ね、疲れてると思うんですよ。もう毎日働いてるし、多分休みもないんで。それやっぱ、我々、広瀬いいねスタッフ一同で、ちょっと癒してあげようかと。まあ癒しの一つとして、ご飯食べてるかわかんないもんね、最近ね、多分もしかしたら食べてないかもしれないから、俺たちがこう、ご飯を振る舞ってあげようと。あとはこう、最近こうね、多分遠くに行く時間もないのかなっていうことで、もう日本料理じゃない、ちょっと世界の料理だったり、あとちょっと我々が思うアレンジ料理みたいのを、お見舞いというか振る舞ってね、だからコース料理よ、コース料理。我々スタッフ4人いるから、もう4品のフルコースをちょっと堪能して、もう来ていただいて座ってご飯食べるだけでもう本当、いいぐらいのことをね、我々でやっていこうかなと思いますので、その前にまずは、買い出しをしていきたいと思いますので、ちょっとね、買い物に行きたいと思います。じゃあ今日は何っていいねですか？何っていいね、今日は。おもてなし。じゃあ、おもてなしっていいね、スタート！それが高温よ。アヌス、アヌス。本当だ、知ってた。心霊映像みたいな。ディ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 。500円。あ、終わりました。財布なくしてます。イェーイ。スーパー暑いやん。では、どっちに行けばいいんだろう。川？橋？いや、これ道路か。ハイパー暑いやん。ここに世界があるのか、果たして。コンビニっぽいっぽさもあるね、なんかね。トルティーヤの日じゃん。何でもいいか。あったあった、フルーツ変わるじゃん。はい、ということで、いろいろ材料を買ってきました。じゃあまあ作る順番はまあでもね、みんな正直俺らも何を作るかは聞いてないし、最後は絶対そうですね。まあだから一応スイーツ担当ということで、私デザートの、そうスイーツ担当ですので、でちょっと先に冷やす工程のがあって、ちょっと先に一品だけ先作っちゃいます。それはやはり俺がずっとハマってるね、動画でもよく言ってるグミね、グミ好きなんで、ちょっとグミもほんと簡単な簡易ゼリーができるので、でせっかくなら1種類よりはさ2種類あった方がいいかなと思って、オレンジグレープゼリー。混ぜるんじゃない？あ、混ぜます、混ぜちゃいます、せっかくなんで混ぜちゃう。じゃあ超巨大グミができるか。そうっすね、ゼリー、ほんとにゼリー。はい、1袋。これは喜ぶ、もう喜ぶ顔が浮かぶもん今。グミを、あーほらもう見て、綺麗に見える。1回ゼロにして、このまま食った方がうまいんだろうね。絶対そうだね。グミ嫌いな可能性も。ゼロボタン押して、これ今108、あ、そっか。はい、それで水を、水140ミリだから280。天然人って言うんじゃないの140。いやいや、それ測ってんだからさ、何だろうって。あ、そうだ、好きだね、測るの。好きだね、測るの。測りがち。280。280g。 え、本当にそんな簡単な料理すると言えなかったらやばいけど。料理は言わないから料理よ、工作だよってで、これをですね、600W の電子レンジで1分半温めます。エジエジ下です。What? What?
なんか何のボタンも焼けちゃうだろ、グリル温めよう、レンジ。じゃあこれで600ワット設定。なんでどうして何分も今600ワット、1分半コリーが何も動かない。なんで教えて、誰か。できたかプロ、何の取り消し、レンジ出力切り替え600ワット。おーい、さあ、一品目ができません、今のところ。あの、温める工程が今のところ。ええこれで俺のあれもできなくなっちゃう。そしたらもう一品目も。ちょっと雰囲気見ながら。雰囲気見よう。ムビがもう破裂してる。破裂、ちょっと一旦かけ混ぜます。ブクブクしてる色。ちょっとまだだね。とんでもねえ色してる。ラップはしとこっか。じゃあ一応しなくてもいいかじゃん。はい、じゃあこちらを冷やしまーす。キンキンにしたいな。一番目だね。ここにちょっとタバスコソースが。はい、私のターンを行きましょう。